はい、こんばんは、FM ルシンドです。先日にですね、梅宮アンナさんが YouTuber デビューしたということでね、うちの FM ルシンドの方でも話題に出させていただいたんですけれども、まあ、その後僕の方でチェックしてたんですよ、定期的に。で、結局ね、YouTube の本質的な話をさせてもらうと、更新をし続けるっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。1回動画出したからって言って、それでね、めちゃくちゃこう売れるとかね、めちゃくちゃこう再生数が稼げるとか、めちゃくちゃこうチャンネル登録者数が伸びるっていうことはないので、で結局ね、梅宮アンナさんがこの YouTube の中で何をしたかったのか、どういった自己実現をしたかったのかってことを僕なりに、まあちょっと気にはしてたのでね、まあ、チェックしてたんですけれども、まあ、どうやらですね、今のところ、まあ、大体1ヶ月もぐらい前でしたかね、アンナさんが動画を解説したのが、1ヶ月ぐらい前だったように思います。で、その間ですね、最初に更新してたのが、もう最初の1週間だけなんですよ。だからね、もう本当ね、ダメなんですよね、これが。だから、梅宮アンナさんとか、まあ、これから、まあ、芸能人の方が YouTube の方に、まあ、なんていうんですかね、こう別の分野に飛び込んでくるってことは十分あり得ると思うんですけれども、やっぱり芸能人の方はスタートダッシュものすごい得なんですよ。すんごいたくさんの人に見てもらえるからものすごい有利であるんですけれども、結局ね、あんまり YouTubeYouTube が好きで仲が詳しいとかそういうわけじゃないので、なんかね、ちぐはぐな感じになっちゃうんですよね。で、梅宮アンナさんの場合、何がいけないのかっていうのをちょっと僕なりに分析してみたんですけど、一つ目はもう、もう完璧にこれです。更新頻度、もうちょっと言うと更新今してない、もう更新してないっていう状態は、お寿司で言ってもね、フルーツで言っても、どんどんこう鮮度が落ちていってしまっている状態ですから、あまり美味しくない状態ですから、もう視聴者さん離れちゃいます。これはもうね、圧倒的に良くない。で、あとはやっぱりね、YouTube に求められるものっていうのは、そのテレビでは見れない部分を見たいっていうのがきっとあると思うんですよ。やっぱりファンの人、梅宮アンナさんのものすごいファンでなくても、一般の人でもちょっと梅宮アンナさんのことが好きな人は、こうテレビでは見れない、まあ、素の姿であったりね、まあ、ちょっと裏側っぽいところであったり、そういうのを見たいと思うんですけれども、まず梅宮アンナさんね、明らかにね、これ自分で編集もしないし、自分でも撮ってないし、編集もしないし、企画も立ててないなっていう感じなんですよ。完全にね、その今までテレビ業界かなんか、その芸能界で知り合った誰かに、カメラを持たせている、もしくは、そのシナリオであったりね、脚本を書かせている、もしくは編集をさせているっていうのが分かってしまうような感じなんですよね。で、この場合、結構受けるのって、その生っぽさがある方が本当は受けるんですけれども、梅宮さんの場合はその生っぽさがなくて、まあちょっとその編集レベルで言うとね、結構いい編集レベルなんですよ。まあちゃんと編集されているなって感じなんですけど、多分芸能人の方がやる YouTube に対して求められているものっていうのは、そういう部分じゃないんですよね。で、あともう一つは、コメントに一切返信してないんですよ。これもね、現段階ではもう完璧 NG ですね。完璧 NG。YouTube の本質というかね、いいところ、長所っていうのを全く理解しない。梅宮アンナさんっていうスペシャルな存在の人とコミュニケーション取れるのが YouTube のもう最大のメリットなのに、梅宮アンナさん一切ね、誰にもコメント返しないですよ。これじゃあね、やっぱ視聴者さん虚しいですよ。テレビ見てんのと どう違うんだって話じゃないですか。でもうちょっと言うと、やっぱりテレビ番組だと、もっと企画能力で言うとね、企画はもっと上だと思うんですよ。
今回 YouTube に上げている動画まだ3つしかないですね。自己紹介の動画と、あのアンナさんの休日を見せますっていうのと、美容院に行っているのを見せますっていうの、3つしかないんですよ。だね、これじゃあね、その3つじゃね、テレビ番組っぽい感じ、雰囲気は作れないんですよね。で、今現在チャンネル登録者数何人いるかっていうと2127名なんですけれども、思った以上に少ないですね。僕の予想ではね、もう最初の1週間で何万人いくかなと思ってたんですけれども、あのしかもあのニュースなんかでもね、ニュースなんかでも梅宮アンナさんが YouTube を始めたっていうのが流れてたので、まあ結構こんな人が見てくれるかな、もしくは見てくれないにしてもチャンネル登録されるかなと思ったんですけれども、全然されてないんですよ。だからこれ、この前も芸能人の方が YouTube を今後ねどんどん始めていくだろうっていう予想のあの回があって、ちょっと僕のねうちの動画で同じような話させてもらったんですけども、これからはね、芸能人だからといって YouTube で必ず成功するとは限らないっていうような時代になっていくと思います。それだけね、今 YouTube を見る人の目の方が肥えてきたっていうのがあるので、で目が肥えてきたって言っても、全員がテレビと同じだけのクオリティを求めているわけではないとは思うんですけども、やっぱり YouTube は YouTube の中、世界観の中でのやっぱりその空気感であったり、ノリであったり、愛の手、お笑いでいうとこの愛の手とか間の作り方っていうのがあるので、そういうものをその YouTube は YouTube の業界の中での研究っていうのが必要だと思うんですよね。やっぱり今 YouTube を分かっていない方が芸能界にもたくさんいらっしゃるし、まあよくバラエティ番組でもね、芸能人の方が YouTuber は〇〇だみたいな感じで自分の印象の話をするんですけども、大体的外れなんですよね。だからまだ芸能界からすると YouTube っていうのはミニテレビだと思ってるんですよ。テレビがインターネットで見れる程度の風に思ってるんですよね。だからテレビの方が上だっていう風に考えてるんですけど、もうね、それは大きな間違いです。あのテレビとは別の動画のメディアなんですよ。別、全く別物。例えばあの西洋ダンスと、あの日本のね、日本舞踊と同じダンスっていう言葉があっても全く違う歴史になってるかように、あのだと思ってくださいよ。だからテレビと YouTube っていうのはもう全く別物だから、テレビの介護感ではないし、テレビの下でもないんですよ。別物なんですよね。だからやっぱここを理解しないと今後 YouTube をやると言ってもね、あの芸能人の方が参入してきたからといってすぐに成功するとか、お金になるとかいうことではないと思います。まあそれに対して、あの松井和代さんというのは、まあ全然また全く別の方向でなんか YouTube の更新の頻度はね、もう最近遅いですけども、昨日ね新しい動画上げてましたけれどもね、あのまあだけど松井和代さんの方が全然 YouTube 的にはね、受ける要素満載ですね。はい、まあこんな感じでね、梅宮アンナさん、まあもう本当更新がね止まっちゃってるのが非常に残念なんですけども、今後ともね更新を続けていっていただけたらなっていうことで、まあ、定期的にウォッチングをしていきたいなと思っております。じゃあ本日この辺で失礼いたします。ありがとうございました。